四日市祭りは、三重県四日市市で開催される、旧四日市地区の氏神諏訪神社の例祭である。10月の第1日と、その前日の土曜日に開催。物と呼ばれる出汁や行列などの放納演技が行われる。戦前までは、東海の三大祭りに数えられたが、昭和20年の四日市空襲により、物のほとんどが消失した。 戦後いくつかのものは復活したものの、昭和49年からは、物や舞獅子などの奉納が途絶え彩色のみが行われた。平成9年に奉納行事が再開。夏の市民イベントである大四日市祭りと区別のため、当初は秋の四日市祭と称したが、平成14年には諏訪神社の霊祭が10月の第1日となり、名称も平成23年から。 四日市祭に統一された大四日市祭りは、四日市祭とは異なり、昭和39年から始まる市民祭。毎年8月第一度日に開催。初日は踊りの日と題して、市民参加の踊りなどを中心とする。二日目は、郷土の文化財と伝統芸能と題して、市内各地の祭礼行事を、各年ごとのテーマに沿って紹介する構成。 諏訪神社境内に練り込んだからくり出しみこしの塗魚と、毎志の奉納を皮切りに、七組のものが奉納される。ものとは、宇じ子の各町が、趣考を凝らして神前へ奉納する、風流のことで、同じ形式の出しなどを書く、宇じ子町が、壮麗さを競い合うことはよくあるが、四日市祭では、各町の形式すら異なり、近世の都市祭礼の形式をそのまま残していて、面白い。 また、戦後に始まった御諏訪御子し四日市諏訪大鼓の奉納も行われる。祭礼の開催に先立ち、諏訪神社拝殿前、王冠西端の西町、王冠東端の浜町、東海道南端の南浜田に、それぞれの町の氏子が、大登りを立て、祭礼区域の結界を表した。浜町は、古くから、諏訪神社の大登り建ても担当し、 諏訪神社の社地である新田町、大田市を持ち東海道の北端であった北町を、含めて西町、北町、新田、浜田、浜町が古くから四日市祭りにおいて重要な役割を果たす町であったと考えられる。祭礼の初日に西町の町衆によってご神体を乗せた御輿を御旅所まで投与する。行列は先頭に神官、その後に猿田彦、大阪木。 また、学人、最後に市長に担がれた御しが続く。二日目の夜に歓御する。各町の奉納演技に先立ち、拝殿で神事が執行され、その後四両の大戦車、西町、北町が社前に引き揃えられ、花納めの神事を行った後、各第三者から、毎獅子が奉納される。大出しは三層構造の巨大な出しで、高さは、各町の出しの二倍は、優にあった。 現在は、浜田第三者の舞獅子のうちの旧南、浜田舞獅子である、浜田舞獅子と、南浜田舞獅子が花納めと舞の奉納を継承。花納めは、桜の造花を、前乗りが、神官に、手渡し、神官は王家を、本殿の大床に捧げたて祭り、その後、舞獅子の一行にご神主が授与されるという儀式。獅子は一等立ての二人、舞、口取りに、 サルタヒコがつく。三田流の流れを組み、団長おこしの舞、花の舞、扇の舞、松の舞がある。また、大戦車の巡行の時に奏でた、道行き、山の林も伝わる。頃、神殿は昭和35年、西町は昭和42年以来と絶している。また、新成長も奉納をしていたが、これは、大田氏とは関係がなく、 赤堀地区八坂神社の獅子舞だったもの。三越の官魚、花納めと舞獅子の奉納が終わった後、各町のものが神前に奉納される。戦前には、からくり人形出し、小山十四両、豪華な船出し、鯨船三両、小児にちなんだ人形を屋台に乗せて行列する、釣り物五組、仮装行列、人練り四組、合計二十六のものがあり、の順に、 諏訪神社境内に練り込んだ。放納後、東海道を南進し、宇治こいき最南端の南浜田の上り前まで巡行。そこで装飾を変えて、木町。帰り出しと称したが、昭和39年に四日市祭りの祭礼行事としては途絶えた。昭和初期のもの、現在のもの。ありがとうございます。